兄ちんが東京に一人暮らしをしているので、みんなで東京に引っ越します。それでお家を3億円の中で激しくマイナス行で人に流されやすいところです。直していかないといけないですね。ちっちゃい動物が大好きです。ハムスターとかお家で飼ってた